セレッソ大阪、山村和也。幼き頃サッカーと出会い憧れた選手とは。アルゼンチン代表のベロン選手です。多分代表戦だと思うんですけど、試合を見てすごいパスを出す選手がいるなと思って、ちょっと憧れました。はい、ファン・セバスティアン・ベロン。正確無比なパスでヨーロッパの強豪クラブを渡り歩いたアルゼンチン代表のゲームメーカー。特にパスとかは意識はしてなかったですけど、すごくなんか観客としてなんかすごく魅了されたというか、前線の動きは身体してすごく綺麗なロングパスというか、まあ、ディフェンスとディフェンスの間を通す綺麗なパスを通すなというふうに思ってたんで、それがなんかすごく印象に残ってます。こうやってプロのサッカー選手としてやれているというところは、特に日本の子どもたちの目標にならないといけないと思いますし、もっと、成長して、もっと見てもらえるように頑張りたいなと思います。山村和也のヒーロー。